ビルズの中村です。ルークです。シャンです。インドキです。キリアンです。なんでこの今なんかいた。今回やっていくのはドットエコンテスト。入ってこない入ってこない。叩かれろマジで。入ってこないよ。ドットエコンテストー。はいはいはい。以前ね、僕らモザイク漢字という企画やって、漢字を与えられてそれをマイクラで表現して、お題知らない人が見てもその漢字当てられるのかっていうのをやったんですけど、今回はそれを漢字じゃなくてシンプルに絵でやっていこうと思います、はい、マイクラやっぱドット絵っていうと結構何でも作れてしまうんですよ、言うたら。なので、まあ、範囲は一応制限して、まあ、ほぼ最小限のドットでそれを表現するということができるかな、できたらいいね、ホトトギスっていうコンテストね。はい、はい、いいです。やっていきましょう。じゃあ順番ガチャやりますか。最初のお題はこいつだ。この人が来ます。ワン、ツー、スリー。俺です。はい、お前だ。そして最初に答える人はこいつだ。ブルーク。あー、はい、それ以外の3人が建築です。それぞれスペースについてください。はい。はい、じゃあとりあえずお題決めますか。まあ、いやーこれ意外といいんじゃないこれ。お、意外といい説あるこれ。あ、なるほど。いいと思う。じゃあお題この箱の中入れるんで見てください。はい、はい、チラチラリ、うわー、なるほど、なんかちょうど良さそうな感じしない？はいはいはい、まあまあまあ対象感はありますね。ブルークさんは BC 多分いなくなってもらった方がいいかも。うん、確かに、じゃないと喋る問題も、うん、じゃあトイレのレバー舐める。いなくなった、はい。これさ意味わかんなくない？これやってることわかんないんだけど。え、違いすぎるこれしかもキャンバスが正方形っていうのがなかなかね、バランスがめっちゃ取りづらい、ね、やりにくさがすごいよねやっぱり。シャケのおもろいな、なんなんだろう。いやでもこれは絶対わからんな。いやわかる説あるよ。フレーミーみたいになってる。ただむずいだろ。言おうと思ったら金できないですそれ、ね、マジですフレーミー。フレーミー、うん、じゃあ皆さん、はい、終わりましたね。以上です。全員終わったということで、じゃあなんとなくこう皆さん相談してもらって順番を決めてもらうか。見れないのに見れないのに見ないのに。じゃあ何番がいいかみたいな。俺1番がいいな。2番で。俺割と分かる説あるから3で。じゃあ3で。じゃあいいじゃん、ちょうど金時が1、鮭2、はい、じゃあこれでもね簡単らしいですよブルックさん、はい、最初の人のところに飛ばします。はい、せーのポイ。いや全員飛ばせよ。お、はい、でもシルエット的には動物かな感はありますよね。やっぱ最初に頭に出てきたのは犬だけど、背景のこの変な模様は関係あるのかな。やばい、パッとならもう犬なんだよな。壊してくるか。じゃあ犬以外が出てこないな、これだけ見ると。じゃあ回答は犬でいいですか。まあ犬で。はい、犬ではありません。あ、まあまあ1個目じゃ足らんよねっていうところはありますからね。そう、予想外したな。え、はい、次、アリュウです。あ、無理かも。なんでこれ、何、マフラーに顔、ね、すごい変わった。え、待って、色とりどりに急になりましたね。色とりどりにした。え、な、え、あ、混乱してます。ブレイクの脳がバグってる。やばいやばい、バグったバグった。予期せぬ行動が入力されてバグってる。2つの共通点はなんだ。耳がブルーク学習エラー起きてる。やばいよ、全く違うものがある。しかもこの色、やばいかもしれない。ぼちぼち回答の方ぼちぼち。なんで、え、ゆ雪だるま。雪だるまではありません。すごい、さっきの何だったんだっていう話になっちゃった。完全に無視したね。すぐ右にあるんで、これで全部見れる状態で考えましょうか。これはドラゴンの顔っぽいけど、右上のこれなんだろう、太陽かな。血走ってるドラゴン。上から見よう、上からいっぱい、上から見よう。上からね、上から。上から全部見よう。ほら、わかった。みんな、ああ、もう分かったね。あ、全部、全部画角に収めた瞬間にもう、つながったすべてが。え、やば、やば、全然分からん。すべてつながってない、もしかして。すべてつながり見えないな。今のところ、犬、雪だるまと来ておりますので。なんかもう、ここまで来たら、なんか、抽象画とか、なんかそういうあれになるな。じゃあ、まあ、ぼちぼちブルクさん、回答の方、お願いします。絵画。
おい、悪もんだろ、それ。だって、なんだよ、これ。間違ってます。はい。はい。はい、これ、はいはい、この日右上のやつ、さすがにさ、太陽ではなくない？黒いじゃん、ここ。あー、月？あ、そうそう。まあ、そうだよね。月で？月で、人狼？これだけ。これ狼の頭で他見ると。これ狼。これは、何？狂人？何これ？セカンドオピニオンは何？セカンドオピニオンは何？セカンドオピニオンは全体の答えになるぞ。まあまあ人狼じゃね、まあ、違う、ね、え、人狼じゃないの？半分正解です。正解は狼でした。あー、なるほど。え、待って、これは何？いや、狼。これマイクラの狼でしょ。こんな顔してるんだ、あいつ。いや、こんな顔してないよ。してないよ。してないよ。全然こんな顔してないけど。いやー、結構、でもいきなり割とシンプルなお題な気はしたけど、難しかったね。ジャンルわからないとな。そうね。次、じゃあ、鮭が回答者になってもらって、俺が入って、ブルークがお題作ってもらうか。これだ。はい、ほら、そうじゃん。まだ閉めたら、お題入れないや。入れました。はい、見まーす。ガチャーン。うわおー、なるほど。いいんじゃないでも。いいんじゃない。いい具合ではあるけど、めっちゃむずそう。ちょっと、だからざっくりしてるね。ちょっと狭すぎるね、これ。そうなんですよ。これ狭すぎるな。このお題をドット絵で表現するには、この余白は狭すぎる。ちょっと、俺あれ作るから、頼む。まあ、マジで。分かってる分かってる。オッケーオッケーオッケー。あれでいくから。シャー君の気持ちになりきろう。シャー君がこの画像を見たらどう思うかな。え、ピカチュウ。よくが見たらどう思うかな。マジでわかんないんだけど。おい、もっとちゃんと作れよ。え、もう、ちょっとわかんない。よし、オラできた。終わりです。これでいきます。はい、順番は順番どうする順番どうしよう。俺、全然自信ある。自信あるけど、まあでも、後半の方がいいかな。後半にこう、ヒントで揃ってきて、俺ので決めるみたいなのはありかも。キリアン最初行って、俺2で。最初行ってみますか、私。じゃあ、ヤン1、金時に俺3で行きましょう。はい。どうぞ。おい。おーね。はいはいはい。ね。ピンク、桜、はいはい、神社。なんかでも、作品感があっていいね。構図はね。うん、好きなんですけど、やっぱね、狭いんだよね。なんか情報量多いなぁ。そりゃそう。すごい情報型。型。でもなんか桜、鳥だよな。情報量多すぎだろ。そうなんですかね。いや、でも桜、もみじ、雪、海みたいな感じで、なんか四季みたいなものをね、連想させますけどね。他にちょっと。もうジャブ入れんのやめろ、お前。ちょっとね、様子伺うの。様子はね。連想させられますけどね。そうなんですかみたいな。これ、何なんだこれ。さすがにこれだけでわかんねえな。まあ、じゃあ一旦式でいきます、じゃあ。式は、違います。まあ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 。まあまあ、まあ、そうですね。まあまあまあ。ねえ。はい。全然ちゃうな。なんかすごい変わった。全然ちゃうな。なんだ。マジで何。やっぱ当てる側って無理なのかな。いや、全然あり得る。じゃあ、とりあえずこう見て取れる情報を喋ってもらって。左右対称で美しい。いや、左右対称好きだから。はいわ。ああ、ね、左右対称好きだもんね。綺麗な方が好きだもんね。いや、まあな。何にも合ってないんだよ、さっきのと。だいぶ違うね。じゃあ、いいっすよ。答えどうぞ。死んだ万象。死んだ万象。死んだ万象。お前、すごいな。この絵から死んだ万象読む。いや、さっきのと合わせて、もう全てが描かれてるから。死んだ万象。違います。そそうだよ。いや、悪もんだよ。食べ消します。あ、私やります。あ、出てきた。はい、出ました。あ、これが中身のですね。金閣寺みたいな感じですか、これ。金閣寺ですかね。聞くなよ。しゃぶしゃぶしてんね。京都か、これ。マジであれがわかんないけど、白と黄色の。いや、京都あるなぁ。金閣寺ってどこ？京都だよね。合ってる？いやでも金閣寺。知らねえよ、その。お前の金閣寺は、他に作ってる人ないから金閣寺ってことはないから、金閣寺っつったら京都だから、京都っつったらまあいろいろ桜とかあるんじゃない？京都の多分、京の字の元となったデザインだな、これね。甲骨文字ね。ダメだよ、笑って。笑って。象形文字。いやいや、だって知らんもん、知らんもん、俺ら。なんで笑うんだい。金閣寺の建築は見事だよ。いや、まあ、京都も京都で。回答、京都。はい。正解でーす。正解なんだ。
すごいね。おめでとうございます。素晴らしい。おめでとうございます。やりますね。金閣寺いいっすね。やっぱこれが分かりやすい。中身のピンポイント金閣寺が。いいね。ね、分かりやすい。これ刺さったね。でも、キリアンと合わせてだから、これはこう。キリアンと合わせてだね。あの、金と木と合わせて。あぶねえ。危なかったな、今。3人合わせてだもんね。あぶねえ。3人合わせて。これ、あれだよね。鴨川だよね。違うでしょ、金閣、銀閣。あ、そういうこと。同じものか、これ。森、空、あと湖あるよね、金閣寺。色変えろ。まあまあ、あるよ。同じやん。サボるな。あるよ。これ、新幹線なんだけど、伝わんなかった。あー。新幹線か。じゃあ、わからんな。じゃあ、お大社くん、お願いします。俺も決まってます。ちょっと簡単かもしれないけど、入れます。はい。入りました。せーの。おー。あ、でも簡単じゃないこれ。これはいける。これやったわ。じゃあ壁、シャケさん壁オンにしてます。これもう完全にだってこれはでもこれでしょ。いいの？ぶち決めて。いいよ。ぶち決まっちゃうわこれ。ぶち決まってるのそれ。ぶち決まってるだろう。いや待てよ、これ意外といけないのか。順番決めしょ。僕何番でもいけるわ。何番でも僕のとこで当たると思う。俺も多分ね、何番でも俺のとこで当たるんよ。じゃあ俺1番行こうかな。じゃあ俺2行くわ。じゃあ僕3行くか。OK。ブルークでブチ決めてもらおう。俺んとこ飛ばすよ、全員。じゃあ、見てください、金閣さん。うわえー。なんだこれ。まあ、足だよね。足で水色の靴下履いてて、まあ、穴が開いてる。以上の情報はなんかない気がするな。それ以外ないよな。なんか恥ずかしい的な、恥的な。じゃあもうなんか、行きますよ。はい、はい、じゃあもうざっくり穴違います。うん、ああなるほどね。穴、じゃあちょっと次キリアンくん。ああ、もう色だよこれ。完全に色でしょ。まあ靴下もう完全にもう1個しかないんだけどな、俺の中では。もう白、赤、緑といったらもうね、あれしかないですよね、皆さんね。まあ靴下だしね。まあ、行きますか、じゃあ。はい。答えですか？はい。クリスマス。正解。クリスマス？クリスマス。正解。残念。残念。あれ？なるほどね。じゃあ、最後、見ますか。最後にします。あー、急に神羅万象か。見て、非なるもの来たぞ、これ。これが何かを、まず、全くわからないな。え？まあ、とりあえずでも3つを見て回答ですからね。いや3つを見て回答だけど、マジで3つ全部見てもらって。上が謎すぎて謎だな。ブルーク、ちなみに何番で言われても当ててもらえるって言ってたんで、ブルーク単体ので分かるはずなんです。ブルークだけ見ても分かるらしい、ね、ブルーク俺何番でもいけるって言ってたから。嘘つき、何番でも当たる。本当嘘しか言わない。俺じゃ分からんよ君。いや、わかるわかる。大丈夫、これあんま見ない方がいいんじゃない。見ない方がいい。でも下の2個はクリスマスになっちゃうからな。そう、やっぱこれなんだよ、鍵は。これだ、鍵は。明らかにとだけ違うからね。いや、背景丸い人のセンスやばいだろ。なかったんよ、なんか。でも中身の見て、あ、これだなとは思ったけどね。マジ。じゃあ行くか。はい、答えは。12月。正解。はい。はい。俺これキリアンが悪いと思う。いや違うよ。金時が絶対さ、もうみんなさ、俺の見てさ、金時が喋ってる時点でさ、あ、これ言ったなってみんな思ったでしょ。でも金時ふざけてんのかと思ってたわ。ね、俺もガチなんだ。違う違うガチガチガチ。中身は何だと思うのこれ。いやだから靴下だよね。で、俺のは分かんないけど、なんかクリスマスのの雨みたいな。それだよ、絶対それだよ。それか。そうなるやん、これは。そう作ったらそうなったか。まあ、靴下かもしれんと思ったけど。え、じゃあ靴下が正解です。あ、靴下が正解なの。靴下です。ずっと言ってたのにね。いやー、これはナイキでしょ。ナイキ、ナイキ。え、まず形がない。靴下の造形が下手。え、どこが靴下なのこれ。いやだから、これが1個なの。なんだこれ。に、そのもう1個重なってるよっていうので。いや、待て待て待て、奥にあります。重なってるよって何。え、だから、今奥にあるよ。売られてたりする時の状態ってことでしょ。あ、そういうこと。いや、色味がやばすぎるな、そしたら。俺だって最初見た時、独房作ったのかと思って。
マジで靴下みんなクソ余裕だわとか言って作って一瞬で終わったのに、ね、確かに早かった、すげえ早かった。金時がお題作る人か。じゃあ俺が回答者か。そうだよ、俺が回答者、金が問題作る人、俺が金時問題作る。食い物と場所と物か、今キャラクターとかその辺にしたいな。なんか作品とか漫画アニメ的なその辺の、あ、みんな分かるやつ何って言える。これみんなが何作ってくるかによるよな。あ、じゃあ俺はちょっとあれでいこうかな。俺もちょっとあれでいこうかな。おい、みんなみんなあれいかないでよ。これ全員同じの作ったら面白いよ。おい、これでいきます。はい、終わった。ぜひ終わった。はい、終わった。今回はあのキリアンさん、金時がオーダーを組んでくれました。お、これは信用。じゃあ一番やばいやつ来るってことが確定したってことじゃん。いや確かに。あ、はい、来た。お、もう顔だな。顔だよな。人間の顔に見える。もうファーストインパクトめっちゃトモさんだったんだけど。あ、でもこの上がな、上がなんだ、麦わら。お、麦わら、トモさん、お、赤髪。そういうこと？いや待って、でもどれだ？つながった？いやなんかでも候補はいっぱいあるよね。じゃあちょっと一回言っときますね、うん、はい。赤髪のシャンクス。その答え不正解です。あー、違うか。残念。違いますね。なるほどね。すごい今なんかアハ体験した気持ちなんだけど。はい、行きます。ゴー。あ？ああ、ギアセカンドだこれ。ワンピースだ。ワンピース。でかー、やったー。これうまいわ。これうまいわ。これ、やったね。これでもわかる。最初なんか意味わかんないと思ったけど、分かった瞬間見えた。ああ、これもう完璧やね。おお、なんかみんな分かりやすかった今回。これはね、おお、赤間の同型うまい。すごい、こんな正面から捉える。見えたら。ね、めちゃくちゃ分かりやすいなこれ。どの掛け鍋でぴったりやんか。これはね、うまい、本当にうまいわ。これは本当にうまい。ね、これすごいわ。わあ、すごいです。これ麦わら帽子と、あのあれだよね、麦わら海賊団のマークに船海。そうね、もう。ああ、もうこれ多分どれ2つ見てもまあ分かるな。おー、優秀でしたね今回。じゃあ次ラストですかね。はい、私が俺が回答者お題を作ると、はい、どうしようかな。狼、京都、靴下、ワンピース。なるほど、ちょっと難しめでいくか。じゃあ最後だしね。あ、じゃあ決めたわ。相当むずいと思うけどね、頑張ってください。はい、入れました。うわ、頑張ってください。いや、まあでもまあ、Google 活用していい？あ、まあいい、それはいいんじゃないですか。なんかブロックボットって大変なんだな。いや無理だな。で、何で有名？まあ明治維新の立役者っていう立ち位置ですね。No。 まあ抽象的だよね割とね。これを作ったみたいな、そういう分かりやすいのはないかもしれない。やっぱ脱藩しかないな。脱藩の方がむずいんじゃない。脱藩してる人も多いけどね。まあでも脱藩勢の中では有名かもしれないから、ね。脱藩勢っていうね。はいはいはい、なるほどなるほど。うん、どれでもわからんな。でもまあ強いて言えばシャー君は最初に言った方がいいかもね。わかんないからね。うん。で、じゃあシャー君ブルーク金時にするか。はい。はい。ということで、じゃあかかるように、あの、ちなみにめちゃめちゃ難易度高いですね。一番手、こちらです。ドン。はい、はい、お、なんか、まあ、人ですよね。右は左はまあ剣かな。剣を置いてて横に人がいる。ことわざ系とかありそうだな。諸刃の剣とかなんかそういう、一旦諸刃の剣打っとくか。じゃあ諸刃の剣で。はい、諸刃の剣、その答え残念。まあ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 、ごめん。じゃあ2個目いきます。ボン。船。あ、またこれは全然違うテイストだけど、船で国の国旗がある。これ何の国かって調べてもいいですか。いいんじゃないですか。ラトビアですね、これまさしく。なるほど、一緒ですね。ラトビアと剣があって人があって船があってってなると、必然的になんか
この船は戦争というか戦の船を想像してしまう。国の国旗もかかってるしというところで、まあ、ただ戦争っていうお題で剣持ってくるかなって感じはするんで、シャー君がワンチャン五越同州とかっていう言葉とかもあるのかなってちらっと思うけど、一旦戦争打っときます。じゃあ戦争で、戦争、戦争、その答え、全然。じゃあ最後、じゃあ全オープンします。はい、日本だよね。これは右のオレンジがよくわかんないけど、これ太平洋だよね。あ、多分これ切り分けて考えた方がいいんだろうな。共通点が全くないな、それぞれに。これはむずいね。これはむずいな。これむずいっすね。桶みたいのに水が溜まってる雰囲気は出てるよね。晴れ、日本、桶、水、風呂。いや、剣がマジでわかんないな。これヒント言ってよくね。まあ、いいと思います。言ってよ、はい、いいでしょう。これ国の旗じゃないっす、これ。別に国の旗じゃないと思ってるよ、もう。だってこれラトビアだもん。ラトビアが出てくるはずないからね。キレはわかる？これ何の旗か。わかんない。お題主わかんないのやばくない？過去の日じゃないレベルで相関性がなさすぎる。それぞれの絵に。金時の左下のあれが日本だとしたら。どれの、なるほど。え、旗。ああ。普通に知らなかった。当てたい。悔しい。待って待って。じゃあキリアン作るか。僕のイメージ作りますよ。あ、キリアンヒント。4人目ってことでね。まあ俺のもヒントになるかわからんけども。全部見た上で作れるってことは、また別のヒントが出るはずだからな。まあ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 、俺の中のイメージはこれですね。海、夕日、日本だよね。だから、まあ、日の丸とかそういうニュアンスなのかなと思うけど、キリアンが日本の国旗を書いてるけど、ブルークがわざわざ全然違う旗を置いてる意味がなんかあるはずで、日の丸、日の入り、日の出、夕日、サンセットビーチ、サンセット。日の丸魂とかだとなんかシャー君の絵が戦争に紐付いて出てくるんだけど、マジでそっちしか出てこないな。ガチでわからん。むずいね。じゃあジャンル言いますか。ジャンルは言った方がいいかも。ジャンル、今回のジャンル、とある個人名です。人の名前ってこと？そうだね、まあ、人の名前ですね。有名な人ですね。俺知ってんのかな。知ってる。まあその人は知ってるね。100知ってるな。これでつながるかどうかというのはまた別の話。剣が分かんなすぎる。日本列島で出てきたのが伊能忠敬で、船で出てくるのがペリーとかで、でもだったら黒船書くはずだから、木じゃないからペリーは除外でしょ。伊能忠敬とかだったらもっと全員が地図の話を出してくるはずだから、日本の旗と、あー分かったわ。お、え、急に坂本龍馬。正解。いやー、出たね。出ましたね。出たね。なん、日本の夜明けは近いぜよね。そうっすね。理解した。それですね、全部最後ガテンがいった。そしたら剣も納得いくし。刀だね。はい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 。これは日本は選択するみたいなやつ。あれ、あー、はい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 。いや、ちょっとさすがに選択は無理だったな。ブルックのが海援隊の旗。まあ知らないよね。難しいね。ブルック知ってたの、これもともと。普通に旗調べたらあったから、あ、有名なんかなって思って旗作ったなるほど、ラトビアでしたあれだな、個人名を当てないといけないのに周辺要素ばっかりだったから、ジャンル言われないとマジで分かんなかった。本当に個人名だということにする。だから最初に人っていうの分かってほしいなってので、シャー君を最初にしたんだけど、あ、まあでもこれもなんかちょっと人というよりはこういうなんか象徴的な何かみたいな。そうだね、なんかだからね、まあでも数はじゃあ当たると夜明けが絶対必要だよな、うちらの中で。うん、金時が作ってんのがさ、ちょっと最初それだと思ってたんだけど。いや、そうなんだけど、いや、これ夜明けだよ。あ、これ夜明け要素か。夜明け、うん。夜明け要素と、選択要素と、日本要素、ね。全然わかんなかった。難しい。詰め込むとね、なくなるから、全て。詰め込むと、真の場所になる、本当に。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに Twitter のフォローもよろしく。 Twitter には最新情報が盛りだくさん、メンバーの日常も日々更新中。
それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。